なんで俺が職員室に呼び出されなきゃなんねんで、ヴィラン役だって言うからぶっ殺したんだろうが。いやいや、天月先輩もねじれ先輩も捕まえて訓練をクリア後にダメ押して爆破したからだよかっちゃん。それに爆破で僕たちアフロになっちゃったし。うるせえ、いい落ち着いてよかっただろうが。てめえは一生アフロやってろ、そして一生焦げてろ。一生アフロで焦げるってどういうこと？